はい、こんにちは。こんにちは。ピッチャー、2戦連続完封勝利おめでとうございます。はい。ピンポン球のさ、成果出てるし。あれか、この角度でこの辺でこの強さでこんぐらいやれば大体あそこ行くみたいな。いいか、これは家にいながらして目標達成するために諦めずに考えて最後までやりきるゲームだ。バッターボックス内と守備とかピッチャーマウンドの上のお前がやっぱ全然違うんだよね。だそれが一緒になった時にもっとね、自然といつも通りになると思うんだけど、うん、ピッチャーマウンドでどんなこと考えてる？ピッチャーマウンドはそのキャッチャーを変えてるところで、うん、だいたいそこに行ったらいいなぐらいでしょ、うん、でそこにはさ、絶対三振取りたいとかさ、すげえ球ビャッと投げて、うん、あっと驚かしたいとかさ、そういうのは、うわーみたいなさ、気負ってないじゃん。そういうのはない。やんなきゃとかさ、ないでしょ。うん、守備もそうじゃん。うん、来たらいつも通りだなぐらいでしょ。そういう、どんな感じなの、バッターボックス内で。バッターボックス内で、そのランナーを絶対に返さなきゃとか、うん、結果を残さなきゃとかを、うん、野球のそのポイントとかも。ポイントをアホみたいなところにするなよっていう、しっかり引きつけられるようにっていう意識づけでもあるよね。それが大事だよね。うん、でもやっぱ気負ってるじゃん、こうしなきゃなとか、ああするぞとかさ、返すぞとかさ、視野がさ狭くなってさ、うん、ちょっとキュッて固まってきてさ、なんか余裕ないじゃん、全然マウンドの姿と違うじゃん、うん、そうなればなるほどプラスに働かないっていうのがもう分かってきたじゃん。分かった。参加者バッティングの時と一緒で、うん、そんなこと思ってないでしょ。思ってない。練習で やってきたことができたらいいなっていう感じでシュッて、うん、全然違う、表情とか動きとか硬かったり、そういうことを想定して負荷かけて、うん、あ、こういう感じで入れればいつも通りできるなみたいなさ、うん、そういうことも考えられるとやってきたことしか出ない。出ない。最高の本番でもそれ、うん、いつも通りにしかなんないしなっていうさ、うん、状態ではね、そこにはさ、絶対こうしなきゃな、しなきゃなとかさ、できたことをしっかりできればね。そう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 、そういう感じで立てるともうちょっとふわっと視野が広がったり、うん、力が抜けて、そうなんないといい結果出づらいよね。出づらい。それね、うん、そう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 、その差をちょっと埋めましょうか。はい。ね。うん。ピッチャーの感じ分かった。分かった。ピッチャーマウンドに立ってる時の気持ち。うん。で、打たなきゃ、こうしなきゃ。じゃあ、それがちょっと意見も。視野が狭くなるし、自分の持ってないところでちょっと固まってたり。うん。あとね、指導だね、やっぱり。うん。忙しい感じするでしょ。その余裕を相手もよく見るっていうふうにつなげていったら、もっと見れるから。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どんどんよろしくお願いします。